及川光は、日本の合唱指揮者、声楽家。岩手県水沢市出身。1957年東京生、千音楽学校の第1回オペラ公演、モーツァルト、魔キに合唱団の一員として参加する。1958年東京生、千音楽学校卒業。下谷川啓介、中村健二支持。同年藤原歌劇団、美勢。 カルメンから合唱部に入部。1965年、藤原歌劇団団員となり、プレイングマネージャーとして、数多くのオペラ公演に出演。NHK 昌兵イタリアオペラ公演では1961年、第3回東京文化会館オープニング公演、ジョルダーのアンドレア・シェニエで、レナータ・テ・バルディ、マリオ・デル・モナコといった、名歌手と同じ舞台に立ち、1976年まで、 全20作品すべてに合唱団員として出演。1975年、藤原歌劇団合唱部常任指揮者。1981年から、在団法人日本オペラ振興会で、若手オペラ歌手の育成に携わる。1994年に、新国立劇場開設準備音楽専門委員会、合唱部会委員となり、初代オペラ芸術監督、畑中良介と、 専属契約、合唱団の運営、メンバー構成などの話し合いを行い、新国立劇場開設を迎えている。藤原歌劇団合唱部常任指揮者は2010年まで、務める。以後、2016年においても、日清劇場主催日清名作シリーズ2016、ロッシーに、セビリアの理髪師において、地方公演を含め合唱式を務めている。ソリスト、指揮を合わせ、 これまでに関わったオペラは約200本に及ぶ。2017年7月30日、故郷欧州市において、欧州市文化開館25周年記念オペラ公演、プッチーニ・ラ・ボエームの公演プロデューサーを務めている。アマチュア合唱団との関わりも深く、1965年、東京ローオン主催オペラ、カルメンの公演で、北川剛志と知り合い、1967年の 合唱団白樺甲信越ン公演にソリストとして同行。以来、合唱団白樺の公演で、たびたび三助出演や、客演式を行っている。1981年のソビエト公演、2013年のロシア公演にも同行。2019年4月20日の合唱団白樺第63回定期演奏会においても、客演式を行っている。また、 多摩女性コーラスの指揮者も務めている。2019年6月25日現在、ハット ABE、コンサート情報、アーカイブス、三浦勝次ホームページ。2020年4月6日閲覧。ABCDE、指導者、協力者紹介。合唱団、白川。2020年4月6日閲覧。ABCDEF、昭和音楽大学短期大学部における。 生学教育の歴史。昭和音楽大学。2020年4月6日閲覧。AB、イコールファインドパフォーマンスインフォーメーション及川三次。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年4月6日閲覧。ABC、欧州市文化会館25周年記念事業。プッチーニ作曲。ラボエーム。福井隆ト .net。2020年4月6日閲覧。 指導者、協力者紹介。合唱団、白川。2020年4月6日閲つらん。合唱団白川第63回定期演奏会。ロシアの自然を称える。ハンナ。2020年4月6日閲つらん。これまでの主な活動。玉根性合唱団。2020年4月6日閲つらん。オペラ、カルメンに出演しました。玉ファミリーシンガーズ。 2020年4月6日閲覧 AB 役員一覧公益財団法人日本オペラ振興会2020年4月6日閲覧所属アーティスト公益財団法人日本オペラ振興会2020年4月6日閲覧欧州大使インタビュー欧州市2020年4月6日閲覧ありがとうございます